ちの商品を買え。これでいいのか。お、ロックだな。これでいいのか。お、ロックだな。うんうん、セクハラか、セクハラなのか。また来てくれよな。行き先を選んでください。では先に進みましょう。
そんなのありえない。だってしのぶちゃんは、しのぶちゃん、コーニーのこと大好きだよ。だってしのぶちゃん、私が修行してた3年間ずっとコーニーのことばっかり話してた。コーニーが授業中何回あくびしただとか、晩ご飯に何を食べてただとか、コーニーが捨てたプリントの裏に書いてあったポエムが素敵だったとか、いろいろとっても嬉しそうに。私はものすごく突っ込みたくて仕方ないのですが、ここは空気を読んで自重しておきます。一度もあのしのぶちゃんが、てっきりちょっと喧嘩してるだけだと思ってた。ごめん、ポーニー、私にはわからない。ううん、何かわかったら連絡するね。結局ガーディアンの正体はわかりませんでしたね。それでもダメそうな場合は当初の予定通り強行突破しましょう。いいですよね、高台様。